こんにちは、こんばんは、やさむるゆうです。今回は新しい氷の蹴る氷に挑戦してみたいと思います。挑戦。実は初見じゃないです。あのね、本当ね、カイトバレー初見で言ってたんですけど、まさかのあの録画ボタンをね、押すの忘れてて、ちょっと別のパーティーで挑戦してみたいと思います。カイトバだと、あ、ちょっとこれでいい、ありがとう。ちょっと盤面見てなかった。カイトバだと結構まあ安定してというか安心していけたんですけど、あ、やべ、イザナミつかなせ、まあいいか。よし、まあ闇が5つあるのでこれと突破します。あ、今さ寝起きだから、寝起きじゃないわ、寝る前だからね、夜なのでちょっとお静かになんですけど、よし、これは OK で、次がノルディスじゃなくてこの人ね。この人はね、ちゃんとね、闇の5つ消し入れてコンボするとすぐ抜けちゃうので、ここであのスキルのまあため直しというか、あのなんつうんだ、戻り直しをしたくて、ちょっと待って、あー5つになっちゃったよ、持てない。まあ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 、初手9でポンポンだったから、で1だよね。よし、これでいきます。お、3456、あ、やべ、0億使うの忘れてた。これちょっとミスミスっちゃった。これね、いつもだとってか、前回っていうかカイトバだと0億使ってた、あのいわゆる闇を落とすってことね。ライジングタイガー、そう、あらら、ミスっちゃった。まあ、いいか、いきます。まあ、耐えきれるでしょう。でもね、回復ドロップ残したいんだよね。でも5つで消えないと、あまり、まああまりってわけじゃないけど、そんなに。おお、なんか嬉しく、あ、嬉しいな、いきまーす。ほっ、3456、ももこ、よし、よし、よし、 OK。 面白いな、面白い、ありがとうございます。落ち込み、ありがとうございます。あと2ターン、それでも闇がないから、水はあるか、消します。で次、先制でなんかものすごい、意外とこう、あ、くっついちゃった。ダメージをやられたので、闇5つ、闇5つ。やばいな、ちょっとやばいぞ。イザナミ使って、この人がね、どういう攻撃してくるかを覚えてないんだけど、中途半端には削らないように、よし、あ、やば、どう、これ一応どう、何それ、バインドね、バインドはあとでイシスで解除するから突破します。
1、2、3、4、あ、やばい、ちょっとやばいね。なんだ、俺は緊張してるのか。すごいね、今緊張してる、やばいな眠いのかな。あ、やばい、どうだ。一応7コンボ、3、4、5、6、7コンボ、よし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 、これで回復していきます。あ、突破じゃないけど、あ、やべ、よしよしよ、オッケーオッケーオッケー、よかったこんなに、あ、落とさないでよ、よし、こんなに緊張する降臨だとは思わなかったけど、いやー、よし、ありがとう。もうおねむパズルかな、そろそろ。ありがとうございます。もうこれ終わったら編集しないで寝ます、とりあえず。あ、危ない、忘れてた、いきます。どうしようかな。あ、やべ、光月の世界は毒ドロップがあるから使わない方がよかった。先に光月の世界からのライジングダーク発動、そして白光ステージ発動、イザナミが先だったかな、ヨミの羽衣発動、これでワンパンです。よし、いきます。まあ、早く寝たいので、2、3、4、5、6、7、8コンボ、よし、これはどうだ。 iPhone 置いた下に、んー、よし、 OK、 パチ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 カイトパラとかなり早かったんだけどな。まあでもなんとかいけたってことで OK です。で、リーダースキルが、この子面白いよね、かなりね。ヘルのリーダースキルなんですけど、闇属性の攻撃力と回復力が2倍で、だからリーダーフレンドで4倍で、毒か猛毒を6個以上つなげて消すと3.5 倍っていうことで、2倍を入れたら7倍だから、リーダーフレンドで49倍、だから倍率としては結構でかいよね。で、回復力がリーダーフレンドで4倍だから、ヘル自体は多分進化してもないと思うんだけど、まあ、そこそこ高いと思うから、なんか使ってみたらちょっと面白いかもしれないよね。毒ドロップ6個以上つなげて 3.5でね、ちょっと思ったんだけど、ヘルズガーデンのね、火水ドロップを回復毒だから、ワンチャンこの覚醒吐くはいけるんじゃないのかなって思ったりもしてる。多分ね、しょっちゅう使わないと思うんだけど、でもね、毒ドロップを6個以上消しながらの倍率を出すっていう、なんかすごく面白いスキルなので、ちょっと使って見ても面白いかなっていうふうに思っております。カイトパーだと結構スムーズに勝ってたので、逆にいろんなね攻撃を受けながら勝てたっていうのが、まあ良かったのかなというふうに、もうちょっとね安心して勝てるのが一番いいんだけど、まあなんとかね勝てたので良かったなと思います。僕はねこの後寝ようかなと思いますので、ここはまあいらないけど、まあでもヘルをね、でもちょっとねリアルに使ってみたい感じがする。サブで使うのはね、ちょっと毒ドロップ振りやすくされても困るからあれなんだけど、ちょっと使ってみて、あ、いけるかもと思ったら、ちょっとねやってみようかなというふうに思っております。スキルがね10上げだったかな。ちょっと頑張りたいと思います。ということで
最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。